さあ、エイダ行くぞ。本日は NVIDIA が送る VOLT1080 という新しいモッドをね、探索していきたいと思います。はい、これね、もう見ていただければわかると思うんですけれどもね、 NVIDIA が作っただけあってさ、このライティングの処理がすごいね、めちゃめちゃ綺麗やな。こんな感じね。で、地面にこの霧状のさ、薄く霧状の膜が張ってますね。この辺のエフェクトもさ、すんごい雰囲気で出て綺麗ね、これ。素晴らしいな。さあ、ここにね、境界があります。ここにボルトがあるらしいので、調査していきましょう。OK。パワーアーマーオン。さあ、武器は ?OK。セット OK だ。よし、ではこの境界を調査していきたいと思います。行きましょう。来たね。めっちゃ暗いな。ちょっとさ、あのライティングの処理がすんごい綺麗からさ、できれば照明つけたくないんやけど、これちょっと照明なしじゃ無理よな。全然見えへんな。うん、こんな感じでちょっとパワーアーマーの照明をつけながら行きましょう。よし。ここにまず境界があって、で、ボルトの入り口を探せばいいんかな。ボルト1080というね、そういうモッドですからボルトがあるんでしょう。境界やな。 OK。 まあ要するにどういうことかと言いますとですね、 GTX の1080買えよっていうね、そういうことでしょう。さあ、ターミナル開いてもね、これ日本語化されてませんので全部英語なのでね、もうこの辺無視していきましょう。で、クエストも一応あるんですけどね、テキストベースのクエストになってますんで、まあ、英語なんでね、ちょっとわかんないんで無視していきましょう。とりあえずボルトがね、どんな感じなのか見ていきたいと思います。いきましょう。適当にね、喋りながらいきましょう。エイダ、大丈夫か。来いよ。さあ、ここ地下に降りていって、洞窟あるな。ドキドキしますね。でも、できればこれ消していきたいんよな。これ消して無理やろ、これ。あ、ちょっとうっすら見える、これ。ここに、あ、ここにさ、ほらほら、うっすらと、キノコか。これ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 。ちょっとこれ危ないな。ほら。ちょっと待って、これ落ちたらやばくね、これ。そこが見えへんからさ。これ奈落やろ。やばいぞ。やばいぞ、やばいぞ。落ちんなよ。これパイちゃんやったら絶対落ちるからな。だー言うてすぐ落ちるでしょ、あいつ。大丈夫か、パイちゃん。うん、大丈夫やけど。大丈夫、落ちるなよ。落ちひんけど足痛い。ついておいでや、行くで。うん、帰りたい。さあ、でね、こっち行ってどこまで行ったかな。こっちか、一旦戻りましょうか。痛い、痛い。おー、パイプ落ちた。足が。おい、大丈夫か。痛い。おいおいおい、何してんの。落ちたあかん言うてん。ちょっと痛いわ。もう帰る、もういやいや、もう帰る。おもろいな。無理無理無理、何が面白い。面白くないわ。 OK、 ちょっとどいて。行こう行こう、ゴーゴーゴー。落ちんなよ、落ちんなよ。行って行って行って。じゃあこっち見んでいいから行って、ゴー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 。もうちょっと可愛い顔で、その見んでいいから。よし、オッケー。さあ、あ、来たね。ボルトの操作盤。来た。あ、入り口開いてる。あ、入り口開いてるじゃん。こんな感じよ。全然見えへんけどな。さあ、ボルトのボタンを押すと、あ、電気がついた。ちょっと待って、これちょっと下が見えへんわ。こっちから行こうか。
ああ、なるほどね。この木漏れ日がすごいな。めっちゃ綺麗じゃん。ほら。うわ、綺麗な。これはいいわ。敵を発見した。グールいけるよ。ちょっとじゃあ入っていきますか。めっちゃ眩しい。オッケー。で、階段があるんか。オッケー、よし、行くぞ。悪いな。お前たちの相手をしている暇はないんだ。オッケー。まあ、いつものボルトと同じような感じですね。で、入り口がここにあるよな。ここにも操作盤あるぞ。これはもう動いてないんか。OK、行きましょう。ここね、入り口。ボルト1080。さあ、行きましょうか。これ、電気消しちゃうとこんな感じね。このうっすら漏れる光をさ、目当てに動いていくしかないんよな。ただちょっとこのね、すんごい暗すぎてさ、ストレスになっちゃうよね、これ。暗いとこ嫌いなんよ。暗いとこ嫌いというか、なんか、見にくいからなんか、疲れちゃうんよね。これもすごいな、光が、ほら。これ何の光これ。うわぁ。スタンドや、電気スタンドや。ものすごい、ものすごい光量やな。OK。まあこんな感じで、ターミナル開いても何書いてるかわからんわ。OK。これはほんとすごいね。大丈夫か？頼むよ。虫は頼むわ。もう気持ち悪い虫はいいわ。これは、すんごい雰囲気作りに。いい雰囲気してるな。素晴らしいな、これ。まあ、要するにね、ボルト1080ですから、GTX の1080を買えよっていう、そういうことでしょう。誰が買うかっていうね、そんな感じですけれどもね。高すぎるわ。買えるか、みたいな。ここあるわ。ここなんか、ちょっと開けていこうか。何もないじゃん。何もないじゃん。まあこんな感じやな。まあちょっとガラクタあさりもしていこうかな。ねえ、まあボルト自体はいつものボルトなんでね、特に変わりはないんよ。ただエフェクトがさ、結構すごいからね。まあ、この辺を見てくれよっていう、そういう感じやと思うよね。この光を頼りにさ。うわぁ、すごいな。めちゃめちゃいい雰囲気やで、これ。ほら、全然見えへんけど。全然見えへんけど、これは、わぁ、すごいね。虫やめて、虫やめても。虫が結構いとるわ。OK。ちょっとこれ電気つけな、無理やな。ここ燃やしたら、ほらほら、ちょっとだけ明るくなっちゃうね。で、ここにさ、ほら、ドアあるわ。こっち行っちゃう？いいなあ、これちょっと惚れ惚れしちゃうな、この光。よし。で、いろいろありますね。ガラクタいっぱいあるわ。あ、ここにさ、ほらほら、すごいお宝が眠ってるで。で、なぜかここにグールがいてるけど、大丈夫か？わあ、また暴れ出した、暴れ出した。もう、ええで、ええで、ええで。ええよ、ええよ。檻入ってるから別に殺さんでいいよ。なんで殺した？ちょっと。エイダ。エイダ。殺しちゃダメ。ね。もうずっと言ってるからな。むやみに殺したらダメ。野生動物もいつもあんた、むやみに殺すでしょ？食べる分だけ。殺すときは食べる分だけ。それを守ってください。お願いします。よし、行くぞ。ここさ、開けよ、これ。ターミナルがここを開ける。これな。これな。これや、これや。さあ、セキュリティプロトコルズ。どれや。セルドアコントロール。これか。これね。
アンロッキング、これで開くやろ。 OK、 開いたか。これで開くかな。よいしょ、よっしゃ、来た。あ、いいね、結構お宝やでこれ。ほら、うん、おっしゃ、ここね、これミサイルあるわ。でさ、これはこれぬかランチャーよ。で、ミサイルランチャー。また今度さ、ボルト88で寝起きドッキリしたいんでね、今度ぬかランチャーで核爆発起こそうかね。その感じでまたクレムをね、寝起きドッキリ仕掛けていきたいと思います。いきましょう。結構でもね、これ処理が重いわ。何ここ、死んでるや、思いっきり。なんでこんな死んでんの。結構重たいな。 FPS60 無理やぞ。結構ガクッと下がっちゃうわ。で、ここさ、ここ、あ、なんかグールいてるね。うん、あいつら、じゃあしばきに行く、行きますか。 OK、 まあグールは私に任せてください。虫ね、虫はエイダちゃん、あなたお願いしますよ。もう虫嫌いですからね、私。はいはい、ごめんな、邪魔して悪いな。 OK、 燃えた。そしてヌカコーラクワンタム、ありがとう。こっちは何もないか、何もないな。まあ、この辺にガラクタあるけど、まあまあいいでしょう。あ、これもめっちゃ眩しいわ。まあ特にね、そんな、なんか取っていくもんも特にないですよ。うん。まあこんな感じでちょっとね、雰囲気だけ味わっていきましょう。こっちは。うわ、なんか死んでる。死んでるやん。エイダがやったんちゃうやろうな。オッケー。で、こっちから下に行けるんよね。グールがいてるわ。おい。悪いな。お前たちの相手をしている暇はないんだ。OK。ここもターミナル。さあ、どんどん進んでいこう。特に取っていくもんないよね。ここは何なんかな。なんかちょっと、ここでジュース買いながら、みんなで談笑するような、そんな場所ですかね。うん。まあ、ボルトの住民同士でみんなで、なんかおしゃべりするところでしょう。ここが、わ、頼むよ、頼むよ、頼むよ。来てろ、来てろ。頼むわ。任したで。あ、結構いけるぞ。大丈夫か、大丈夫か。頼むわ。楽勝やな、あんた。よし。うん。で、ここさ、子供部屋、子供部屋じゃないか。あの、託児所、そんな感じやね。ボルトの住民たちが仕事行ってる間、ここで子供扱ってさ、見てるんかな。すごい。これ何、これ全部持っていけって。これ何や、これクエストって書いてるけど、よくわかんねえな。まあ取れるもん全部取っていこうぜ。こういうさ、おもちゃは全部持っていきますよ。で、これもいらんけど、いらんけど、とりあえず持っていこうやみたいなね。そんな感じやな。とりあえずこの廃墟でさ、廃墟というか、廃墟か。うん、物あさりするのが楽しすぎるよみたいな、そんな感じです。うん、ちょっと重いな。かなり処理が重くなってきたぞ。あ、ここが教室ね。なるほど。うん、ここでさ、子供たちが義務教育を受けるんですね。OK、こんな感じで、ここはさ、あれかな、ボルト住人の部屋かな。部屋って言っても、これベッド4つあるからさ、あ、違う、ベッド6つあるから共同部屋なんか。職員かな、職員の部屋かな、ちょっとよくわからないけど。うおーおーおー、急に出てくんなよ。なんかちょっと出てきますよみたいな、そういうちょっと合図出してくれよ。あ、なんかいてるわ、ロボットいてるわ。こんにちは。あ、ここが憩いの場やな。ここでさ、みんなボルト住人が集まって、なんか談笑するんでしょう。ね。OK。さあ、こいつ潰しちゃった方がいいんかな。大丈夫か、もう潰してあげた方がいいよね、これ。
多分このままほっといたらさ、また100年とか200年ずっと動き続けるんですよ、こいつ。そう思うとさ、殺してあげた方がいいかもな。うん、そんなことを考えながらね、フォールアウトをプレイしてるわけなんですけれども、これな、なんやこれ、なんもないぞ。あ、ここあるわ。サイコとジェットね。オッケー、ケイトが喜ぶわ。さあ行くで、行くで行くで。このビリヤードの球もちょっと欲しいな。取らんでええやんと思うんですけどね。で、全く使い道ないんやけど、もう取らずにはいられないよ、これ。ちょっともう病気みたいなもんやで、これ。うわうわ、出てきた。あ、こっち入ってるわ。ここから出てきたで、今。な、なやこれ。これ取れへんわ。よし、行きましょう。まあ、こんな感じのボルトね。まあ従来のボルトとそんな変わりはないよね。DLC じゃないですからね、これ。ただのモッドですからね。そう考えると、かなりね、完成度高いね、これ。あ、ここの、この辺のさ、影の処理もいいね、これ。ほらほらほら。あ、いい雰囲気出てるわ、これ。これちょっと YouTube でお伝えできるかどうか、わかんないですけど。頼む頼む頼む。よっしゃ。うん。YouTube で綺麗に見れるかどうかちょっとわかんないですけどね。あー、すごいな。よし、行こう。どんどん進んでいこう。うん、この雰囲気がいいね。うわー、これめっちゃいいな。やっぱこのレベルのさ、グラフィックのゲームとなると、うん、やっぱね、ビデオカードええの買わなあかんなってなってきますよね。まあ今んとこ、あー、でもこれでも結構 FPS60 カツカツやな。 GTX980 ですけどね。あと8年ぐらいこれでいったろうかなと思ってるんですけど、ちょっと無理かな。ちょっと無理っぽいな。 OK、 なんもないな。よし、これ分かれ道になってるけど、こっちはなんもないわ。一応ガラクタがあるぐらい。ちょっと脱いでいこう。ちょっと熱いわ。オッケー、ちょっともう FPS 視点にね、疲れてきちゃうからさ、TPS で行きましょう。この感じで行こう。結局、おお、結局ね、GTX さ、1080買おうって思っとったけどさ、ちょっとさっきこっち倒そう。オッケー、GTX の1080を買おうって思ってたけど、うん、980から1080にするためにさ、10万円払うのはちょっとさすがにな。そんな気になっちゃってね。これは、これターミナルが必要です。なるほどな。ここ2つ扉あるんよね。 OK、 いた、よいしょ。ここは何、ここはなんか、ん、あ、病院かな、医務室みたいな、そんな感じかな。ここは、あ、なんか完了したね。やった。何があるん？オッケー、ふんふんふん、こんな感じね。うわ、この光の差し込み具合すごいな。オッケー、うん、特になんもないね。取るもんはないね。よし、行きましょう。うん、なんかフォールアウトじゃないみたいやね。雰囲気がガラッと変わるな。これはすごいね、本当に。すんげえすんげえばっかり言うてるけど、これは本当にすごいよ。よっしゃ。で、ここもさ、ほら、ターミナルが必要。おい、ここは、あ、これか、これか。やった、よし、来た。あ、なんかいてるわ。ボスいてるで。ちょっと頼むわ、エイダ頼むわ。エイダしゃあないな。よっしゃー、オッケー。さあ、これで一応クエストは終わりやな、多分。入った。
で、これ、オープンボトムレベルドア、これか。OK、これで開いたよ。エスケープザボルト。これで一応ね、クエストは完了やな。OK。なんか暴れてはんな、また。よいしょ。大丈夫か？ここは。ここ扉がある。うん。ちょっと、え、あ、大丈夫か、いいだ。OK。でさ、こっちは、ここにもあるね、ほら。あ、なんかあるな。一応なんか漁れるもんがあると。そんな感じやな。こっち行き止まりよ。で、こっちか。OK、OK。うわぁ。やめなさい。うん、なるほどね。で、ここで終わりか。OK、これで上に上がれるんよね。ただ、開けてない扉がまだあったよね。こっちか。こっちじゃねえな。ここなんかビリヤードまたあるわ。あ、これさっきのとこやね。OK、OK。ね、2枚扉あったでしょ。あ、ここ、ここがもう普通に開いたんやな。で、ここが2枚扉。これ開けとこ一応。まあ開けてもしゃあないけどね。で、ここもある。こっちは、あ、一周、この部屋を一周ぐるっとするだけやな。で、ここ、あ、これは？これちょっとわからんな。あ、こっちから入れるんか。あ、またこれ武器いっぱいあるで、ほら。武器庫や、武器庫。ワオー、取り放題やで、これ。うん、結構な戦利品あるね、これ。ねえ。ほら、いっぱいあるわ。あ、すごい弾。これはちょっとウハウハやな。もらっとけ、もらっとけ。で、ボルト101のジャンプスーツ。なぜ101なんだ？これは？はあはあ、なるほどね。OK、では、行きましょう。で、まだここにも戦利品あるぞ。うわ、すごいわ、これ。ありがとう。ここ、金庫あるね。あ、これすごいね。結構なアイテムたっぷりもらったで。ありがとうございます。では外出ていこう。さあ出てきましたよ。あ、ここか、ここか。どっから出てきたん？どっか入るとこあんの？こっちからは入られへんのかな。あ、これか、これか、これか。あ、こっからも入れますね。ボルト1080。なるほど。またね、ここで遊ぼうと思えば遊べるんですけど、まあ、クラフトできへんからな。クラフトできたら、住民をね、増やすこともできるんやけど、今んとこ無理かな。またモッドでできるようになるかもしれんね。うん、その可能性はあるんで、まあ、このままね、置いときましょう。で、またなんかあればね、遊びに来たいと思います。うん、こんな感じで。いい雰囲気ですね、これは。素晴らしい。まあ、雰囲気だけですけどね。内容は大したことないですけど、まあ、こんだけのボルトをモッドで作ったってなると、これまたすごいですね。まあまあ、さすが NVIDIA。というわけでございまして、今日はこの辺で終了したいと思います。マーヤでした。